20代中盤から後半ぐらいとかの女性職員さんを10人ぐらい当てがわれて、それで一緒に住まされたりとかして、で最終兵器として劉邦が持ってきたのが清水文香ですね。おひろし、お前文香ちゃんと結婚することになったから事後報告ですよ。で断ったらもう劉邦は激怒して、お前には悪魔がついてるみたいな。劉邦がやっぱ子供たちの結婚相手とか、まあ、決めるケースが多いですね。